はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということです。タメ撮りです。ありがとうございます。タメ撮りのビップね。うん。タメ撮りのビップがここで出ました。はい。いや、もうサムネタイトル見てもらったら分かる通り、村上選手初使用です。ありがとうございます。しかもタイトルホルダーの村上選手初使用。ありがとうございます。いや、まあ、村上選手ね、まあ、ご自身もプロスピやられてて、まあ、能力的にあんまり満足にいってないね。満足いってない感じがありますけども、ただ、この村上選手もうね、中継ぎもできて先発もできるって、まずめちゃくちゃ貴重ですね。で、9位、制球同値、A 同値の、でね、このね、リアタイ的にもこのマッスラーと、このカットボールの使い分け、プラスこの斜めのツーシームがあるということ、で、超コントロール切れ伸びということで、この村上選手もリアタイ普通に強いってこれ聞くんすよ。なので今日はね、この村上選手を存分に使ってね、うん、どんだけ抑えれるかっていうのを試したい。もう初使用なんて僕、めちゃめちゃ楽しみにしてたんで、しかもね、僕もね、対戦して打てなかった記憶あるんですよ、この村上選手。なので、めちゃめちゃ楽しみ、本当に。で、まあ、なんと言ってもね、皆さんお楽しみ、称号チャレンジです。はい。もうね、前ね、山下俊平太選手決めたんで、今回もこの村上選手は勝利の下狙っていきます。村上十二です。ありがとうございます。村上勝利、あれ前もなかったっけ村上勝利選手、村上十二ね。あれ、誰やったっけ柳田十二や。柳田選手に続いて、名前が12の選手ができました。村上12。まあね、称号できる村上選手が12枚ということで、勝利の使者です。はい。狙うは勝利の使者。つくでしょ？うん。12枚やったらつくでしょ、勝利の使者。お願い。マジで。さあ、星さん！まあ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 、オッケー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 。さあ、どんどんいきます。いや、マジでね、本262枚でも足りない。262冊。でも足りないぐらい、多分最強決定戦は、芝生で！ちょ、マジでこんなんやってるといつの間にかなくなるんすよ、A ランクが。本当に頼む。お願いします。勝利の下。お願い。来い。欲しいよー。多分ね、リーグやってない方とかは、お前なんでそんなに称号ではしゃいでんねんってなるかもしれないですけど、マジで大事です。これ本当にリーグやってる人やったらわかるんですけど、この称号チャレンジ、マジで大事。もうだるいってほんまに。本当にもうこの称号を決めるために、プロスピやってると言っても過言ではないんですよ。この期間はね。この最強決定戦の期間は。お願い！星さん！ねえ、わかるでしょ？この前山下俊平太選手が綺麗に勝利の下決まった凄さが。こんだけ決まらないんですよ、マジで。12枚やっても決まらないことあるんすよ！あるんすよ！星さん！ああ！ちょっともうこんだけはしゃいでるからダメなんですよね、多分。無欲が一番いいんですよ、無欲が。だからもうね、何も表情出さない。本当にもう真顔で。はい、いきます。もう全然。もう別に決まらなくてもいいです。はい。勝利の人は決まらなくてもいい。うん。はい。やばい、あと5枚しかない。マジで頼む。S ランクなるべく使いたくない。本当にお願い。さあ、無欲でいこう。無表情でいこう。無表情で。よーし！よーし！マジで嬉しい。いや、よかったー。何してんねん。2割8分8。まあ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 、いや、このぐらいの方をピシッと抑えないといけないです。はい。ね、ちょっと阪神純正でやろうと思ったんですけども、この後ね、木浪選手と大山選手一緒に使いたいんですよね。で、その時に阪神純正でやるんで、ちょっと大山選手継承したりしたんで、もう大山選手がいない阪神純正なんて阪神純正じゃないじゃないですか。だからちょっと大山選手と木浪選手同時で使ってみたら時に阪神純正やりたいと思いますんで、今日はちょっと阪神純正じゃないけど許して。いいねー、高須ウェルギー。よし、行こう行こう。高須クリニック。え、高須クリニックに当たった。え、高須先生見てますか。高須先生今当てましたよ、高須クリニックに。高須クリニックで整形させてください。お願いします。宣伝します。はい、動画で、僕の動画で高須クリニック宣伝します。よしよし。てかめっちゃうまいな俺今日。昨日の俊平太の動画からめっちゃうまいわ俺。かもしれませんね。なるほど、そうですか。力持ちの岡本。マジで打ちたい本当に。力持ちの岡本。いやーよしよし、これは力持ち。うん、高須、高須、あー惜しい。ノー高須クリニック。なんか今日高須クリニックの動画になってるな、気のせい。ビエイラー。ちょっと待って、やばい、うます、え、めっちゃ飛んだな今。え、
今大谷翔平でも当てられないところに飛ばしたよ、うん、翔平オータニでも無理なところまで飛ばした今。ちょっと待って、村上選手投げたい、まだノーアウト。ミート打ちの練習しよう。本当いいバッティングしましたね。そうですね、初球は何で来るか。初球チーム、いやよし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 、ちょミート打ち下手すぎやろと思ったけど、うん、そこまで大丈夫そうやね。いやこれホームラン打ったら終わる。いやミート打ちでホームラン打てるのか、それも試してみたい。大谷翔平でえミート打ちでホームランって打てんのかな、どうなんやろ。そうですね、どう、うわー無理やわ、うん、今ので無理やったら無理。さあ行きましょう、村上選手。村上選手こういうホームないんよな、なんか黒くね村上選手。え俺より黒いぞ。さあでこのカットボール、なんかちょっとあれやね、投げ方ちょっとあれ、なんかオーバースローすぎる。そのいそのからこれ動きます。はい、はなんで結構動くんすよねこれ、マッスラほらね、結構動くっしょ。でツーシーム、はい、ナイスボー、取れるよ取れるよ、ナイスー、危な、危ね、オッケーオッケー、詰まってるね、だいぶ詰まってる、相手詰まり気味、マッスラだこれをよし。いやこれさ、ちょっと待って、今の全部ボール球、これヒット、実質ヒットゼロなんですよね。うん、実質ヒットゼロだから、あそこを打たれるのがしんどい。左バッターに対してボール球をヒットにされがちなんよね、あのマッスラが。よしボールやで、うん、でこのカットボールがストレートより遅いから振っちゃう。あれカットボールあんま曲がらんの、あれナイスボール、いやうまいな。え、ミート打ち相手これな、相手ミート打ちしてないこれ。さあここから右バッターが一番ナイスボー、右バッターが一番打ち取りやすい。村上選手ね、左バッターに右バッターよこれ、ナイスボー、よしよしよし、いや右バッター来い、いや左バッターあかんねんな村上選手多分。これ村上選手ね、右バッターの方が得意、ナイスボー、よし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 、これま、いやーこれちょっと待って、巻き込み事故めっちゃ食らうなこれ。そうそう、これここ、そうそう、右バッター、右バッター右バッターがいい、一番、いやいや、ちょっと左バッター苦手やね、村上選手。え、どうなんやろ、リアルも左バッターの方が苦手とかあるんかな、村上選手。よし、ちょっとミート落ちしたけど、これは本気で打たせてもらう。でもよし、この前さ、この前さ、GM をソニック行ったんすよ。まあ、昨日の動画でも多分言ってると思うけど、ちょっとタメ撮りやから時系列がちょっとわからんくなってんねんけど、そこでね、まあ、僕、インスタグラムでね、埼玉スーパーアリーナ来てますっていうストーリーを上げたんすよ。ほんなら、ER がね、もう3時間ぐらい待ってたらしくて、俺が出てくんの。外で待ってたんすよ。たまわりで。たまわりの外で。で、まあ、写真撮って、で、ガチャ引いてくださいって言うからガチャも引いてあげたりして、いや、すごいね、3時間ぐらい待ってたって。もし仮に俺が、俺途中で出たんですよね。GMO ソニック。妹がちょっとね、関西に帰る関係で途中で出たんですけど、もし俺が最後までライブ見てたらどないしてたんやろな。いや、まあありがたいけどね、もうそんだけ待ってくれてたんやから、うん。はい。村上選手頑張って抑えよう。さあ、とりあえず、これパッと抑えてもう終わりたいね。ちょっと今日は1試合だけ。今日は1試合だけ、もうだいぶ長くなったから、この試合。よし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 。いや、左バッター嫌やな。どの配球がいいんやろな、左バッター。外の方がいいんかな。はい、ナイスボール。あ、これさ、まっすぐやから、回転が。回転がまっすぐやから、やっぱストレート欲しかったな。よーしよし。なんなんそれもう。なんなんそれ。フォーク投げようか。ちょっと怖いけど。フォーク投げよう、ちょっと。あ、え、結構落ちる。え、結構落ちるんですけど、フォーク。はい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 。で、スラブ。フランカー。村上頌樹の甘さいっていい？村上頌樹の今世紀最大の甘さ。甘いわ。村上さ、村上対村上。はい。村上対村上。どっちの村上の方が上か勝負。ほら。よし、取れる。取れる。よし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 。いや、やっぱりちょっときついな、リアタイは。村上さん。村上さん、ちょっとリアタイきついかもしれん、これは。さすがに。ストレートあったらおもろかったけどな、ストレートとあと高速スライダーやな。高速スライダーがあれば、このストレートとの投げ分け、またさらにいけると思う。あれ？それ振らないんや。で、これ振るけど、巻き込み事故でライト前。やぶなーってことで、まあ、村上選手、ちょっときついっす。